中国はほぼ収束宣言を出していて北朝鮮では発症の報告がそもそもない、という、そんな状況の中で、世界は今も、新型コロナウイルスの奇妙な広がりの中にいる。以前の武漢的な生活を改めればいいのでは、中国は収束したというならあるいは、他の国も、似たような感じでオチになりそうなものだが。認識だけは今も、妙な脅威だ。彼らはどんな生活をしていて、結果であんな騒動に陥ったのか。今も報道は、ない。そこがわからないと、明確な対策を取れないのだが、情報は奇妙というか流れては来ない。原因は何か、世界全体を覆う認識の問題で、それでも今も、前に進めないのは、そこには何かの意図はあるから？人命と経済、どっちが大事？今までが続く限り、経済活動の活性化はしかし、人命軽視につながっていく。